お元気ですか、ボクシミです。今回は BBL 千葉ロッテマリーンズベースボールカード2022の開封動画、今回はね、5パックでやっていきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。早速いきます。まずは1パック目でございます。レオレス・マーティン外野手でございます。江村直が捕手でございます。佐藤翔馬投手でございます。松川浩捕手のカードでございます。小野文也投手でございます。村幸四郎外野手のカードでございます。2パック目開けたいと思います。高部明人外野手のカードでございます。アジニエチェバリア内野手でございます。福田光輝内野手でございます。加藤拓磨捕手でございます。佐藤俊也捕手でございます。東條大樹投手でございます。3袋目でございます。高部明人外野手です。小川隆生内野手です。西牧健治内野手です。池田ライト内野手のカードでございます。東條大樹投手でございます。山口浩輝内野手です。続いて4袋目でございます。福田周平外野手です。藤岡雄大内野手です。田村達弘捕手です。松川浩捕手です。で、ブランドン・デアード内野手でございます。元日ハムでございます。荻野貴司外野手でございます。最後の5袋目でございます。西川亮介外野手です。レオネス・マーティン外野手です。石川歩捕手です。で、ブランドン・レアード内野手の、ね、カードでございます。佐々木千早投手です。で、最後に山本大輝投手でございます。以上で BBM 千葉ロッテマリーンズベースボールカード2025パックで開封動画終わりたいと思います。またね、明日もやりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。